多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは。パーソナリティの田村陽太です。配信第32回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん。はい。今日も元気に頑張っていきましょう。はい。今日の質問はこちらとなっております。接骨院を3店舗経営しています。従業員は10人います。今後、人事評価制度を導入したいと考えていますが、導入にあたり注意すべきポイントを教えてくださいということなんですけども、人事評価制度を導入したいということで、うんうん、人事評価制度ってまず何でしょうか。人事評価制度って、はい、まあ、人事評価制度の仕組みをすごい簡単にお伝えすると、はい、まずはその会社で働いている従業員さんでいるじゃないですか、はいはい、で彼らにその期待する役割が、まあ、どういうものなのかっていうのをしっかりと決めて、はい、で、まあ、いろんな役割あると思うんですよ。はい。で、その各役割に対して、まあ、こういったことを求めていると。はあはあ、まあ、それが評価指標ですよね。はい。で、それに基づいて、こう、評価をしていくと。うんうん、会社の期待に基づいて、期待を明確にして、それに基づいて評価をして、はあ、で、まあ、それを、その賃金にまで反映させていくケースもありますよね。従業員さんとしても、あらかじめこういうのが目標って分かってるから、目標に向かって頑張りやすいみたいな。まあまあ、そうですよね。その会社から何を求められてるのかっていうのが、やっぱりその評価制度がないとよくわかんないじゃないですか。はいはい。だからそれをちゃんとこう明文化して、はい。で、まあ半期に1回とかね、年に1回とか、ちゃんとこう会社の期待通りの働きができてるかどうかみたいなことを、だから評価していくわけですね。あー、なるほど。はい。この10、ね、接骨院も3店舗経営してて10人で人事評価制度入れたいっていうことなんですけど、これはどういうきっかけで皆さんこんな風に思われるんですかね。はい、だから、まあ、多くの場合は、やっぱりこう、はい、普段こう、働いてると、はい。マンネリ化していくわけじゃないですか。はいはい。同じことばっかりやってると。はいはいはい。だんだん飽きていって、はい、そこに対してこう、モチベーションで維持できないですよね。そうですね。だから、こう、定期的に、今の働きっぷりっていうのを、はい。振り返って、はい。で、ある程度こう結果を出してるとか頑張ってる人っていうのは、だからその次のステップにじゃあ進めるよみたいな。はい。結局その、動機づけですよね。ああ、従業員さん自身のモチベーションというか。はい。そのためにやっぱりこう会社はそれを入れていきますよね。でももう経営者としてマンネリ化してるからドヨンとしてるなっていうのをなんか変えたいっていうところがあるんですかね。うん、やっぱりそれがほとんどでしょうね。ああ、なるほど。じゃそういうきっかけとしてこの人事評価制度っていうのが結構注目させていくっていうところですね。まあやっぱ3店舗くらいあるとね、人事評価制度何らかはあった方がいいでしょうね。はい、ああ、なるほど。このポイントということなんですけど、このポイントはどんな風にしてやっていくものなんでしょうか、人事評価制度を作っていくときに。これは、ですからもうポイントは、はい、はい。相当たくさんあるんですよ。相当。足りますか、時間が。ね、この時間で全部説明するっていうのはなかなか難しいんですけど。なるほど。まあまあ、この接骨院3店舗規模っていうことなんで。はい。まあ、そんなに大きい会社じゃないじゃないですか。そうですね。これから伸びていく会社。はい。になるんで、まあだからその、中小企業っていう観点でね。はい。人事評価制度を導入する際のポイントでいくと。はい。まあ、あんま難しく考えないことでしょうね。おー、ということはどういうことでしょうか、それは。これね、本当に評価制度あるあるなんですけど。はいはい。難しく考えすぎて、はい。すごい複雑な仕組みを作る。あー、はいはい。で、結果、全然運用できないみたいなケースですね。なんか言葉を聞くと、なんか評価制度っていうと、やっぱガチガチに作っていくもんなのかな、みたいなのありますけど、そういうのじゃないと。
そうで、そういうその人事評価制度がやっぱ必要な会社ってのもあるんですけど、はい。あの、店舗ビジネスで言ったら、まあ、従業員さんがね、はい、例えば50人とか100人ぐらい行くと、はい。例えばその評価の公平性とかね。ああ。やっぱこう、守っていかないと、いけない規模になっていくと思うんですよ。はい。だけど、その、3店舗で従業員さん10人とかだと、はい。そこまでだから作り込む必要性って、まあ正直あんまりないわけですよね。はいはいはい。だから、その、とにかくその制度を複雑にやっぱしすぎないで、はい。まずはその会社で、きちんと運用できるっていうこと。ほうほう。だその程度の、やっぱりこう仕組みにした方がいいですよね。ああ、なるほど。経営者がちゃんと見れるようなっていうか、目に届くっていうか。あ、だからそうですね。だからその、例えば、私がこう人事評価制度の相談を受ける中で、はいはい、あ、これは厳しいなとかって思う、よくあるケースがあるんですけど、はいはい、例えば評価項目100個あるとかね。これね、よくあるんですよ。あ、あるんですか？あの、チェックシートみたいなのが出てくる。はいはいはい。で、だからまずそういうのを見た時に思うのは、はい、これねって、例えばその半年間とかで評価するわけじゃないですか。はい。で、だから例えばその最後に1回行ってね、チェックすればいいわけじゃないんですよね。はい。その6ヶ月間の評価しなきゃいけないじゃないですか。ああ、そうですね。6ヶ月間じゃできてたのかと。そうそう。で、それね、はい、その100個の項目、誰がその6ヶ月間定期的に評価するのってまず話なわけですよ。継続してね、見なきゃいけないですもんね、それは。そうそう。その最後だけ見てたら、その時点の評価になっちゃうじゃないですか。そうですね。だからまずその誰も評価できないですよね。その特に10人ぐらいの規模だと。はい。あともう一個問題があって、はい。あの評価制度ってこうなんで入れるかって話冒頭にしたじゃないですか。はいはい。従業員さんのだからモチベーションを上げて、そうですね。で従業員さんがこう能力を身につけていって、はい。で結局会社の業績に貢献してくれるってことなわけじゃないですか。はい。でね、じゃあその100個評価項目があって、はい。100個意識できますって話。はいはい。無理ですよね。普段の仕事でね、100個もなかなか多すぎて難しいですよね。こう。だからその100個をね、こう渡されても、よし、じゃあ頑張るぞって言って、その100個頑張れないんですよ。ああ、なるほど。従業員さん自身も。そう。はい。あの、私のまあ感覚だと、はい、人間が常にね、意識できる項目って、まあ3つぐらいがベストだと思いますよ。ああ、じゃあ結構シンプルですね。で、それが、例えばこう、5個とか10個とか、まあ、それぐらいでもね、いいんですけど、はい、増えれば増えるほど、やっぱりこう、一個一個に対する、こう、意識って低下していくじゃないですか。そうですね。で、ましてや、こう、100個なんてもう絶対無理なんですよね。はい。で、その、まあ、大きい会社になって、はい。なんて言うでしょう、こう、従業員さんをね、いろんな従業員さんを、が、こう、いると。で、もうみんな公平に、こう、評価していかなきゃいけないとか、はい、そういう事情が出てくると、その評価項目が増えていくのは、まあ、しょうがないと思うんですよ。はい。だけど、こうね、今、こう、3店舗とか、5店舗ぐらいで、まあ、これからどんどん、こう、会社を大きくしていこうっていう、こう、規模なわけじゃないですか。はい。で、そうすると、評価項目ってもっとシンプルでいいと思うんですよね。ああ、はい、はい。社長が、例えばね、これだけは従業員さんしっかりやってほしいと。はい。一般のスタッフには、だからこの3つか5つとかね。はい。で、こう、店長には、やっぱこれをしっかりやってほしいと。はい。そういうのを、だからこう、絞り込んで。ほうほうほう。で、その代わり、その項目に対しては、例えばその月に1回とか必ず面談して、はい。どういうね、取り組み状況なのかとか、ほうほうほう。日々意識してできてるかとか、はい。深掘りしていくような感じですよね。ああ、なるほど。ちょっと質問したいんですけど、はい、その従業員さんごとにやっぱ社長がかける思いってやっぱ違うじゃないですか。はい。それはやっぱこの、従業員さんごとに2つ3つっていうのをやっぱバラバラに決めていっていい感じなんですか？こう、それがいいんですか？まあ、3店舗ぐらいだったら全然それでいいと思いますよ。はい、ああ、はい、はい。例えば、こう、接骨院3店舗あるじゃないですか。はい。で、じゃあ店長多分3人ぐらいいるわけじゃないですか。はい。で、その3人の店長が抱えてる課題はおそらく違うと思うんですよ。はい。従業員さんのモチベーションの管理とかでこう悩んでる人もいれば。はい。なんかこう売り上げがね、なかなか従業員さんモチベーション頑張ってんだけど、なんかいまいちこう、お客さんの満足度が上がらないとかね、売り上げを上げられないみたいな。はい。いや、いろんな悩みがあると思うんですよ。そうですね。人によって。はい。で、だから、土台数の同じ評価項目で、それをこう統制しようと思うのって、まあ難しいじゃないですか。難しいですね。だったら、やっぱその各店長とその社長が、
をしっかり面談をして、ほうほう、その各店長のね、課題っていうのをお互い確認して、はい、で、その課題を克服するために、じゃあこの半年はね、これでこれでこれやろうと。ほうほうほう。だって決めて、はい、で、それに対してこう評価をしてあげる。ああ、はいはい。全然それでいいと思いますね。なるほど。もう一個質問したいんですけど、はい、でも会社もね、やっぱその人事、従業さんのモチベーションを高めたいっていうことで評価制度作っていくと思うんですけども、はい、2個3個とかって項目すると、まあ結構従業員さんも取り組みやすいじゃないですか。はい。取り組みやすいってことは逆を言うと、その、昇給とかの、昇与とかの、まあその、タイミングもやっぱ上がってくるじゃん。早くなってくるじゃないですか。はい。それって結構会社としてもやっぱ人件費のコストとかになってくるじゃないですか。はい。そこら辺の両立って結構難しいのかなと思うんですけど、それでどんな風にしてやっていくんですか？まあまず、その評価を必ずその賃金に反映させなければいけないかっていうと、はい、ほうほう。それはそうではないですし、おお、なるほど。特にこれね、気をつけなければいけない、その3店舗規模とかで気をつけなければいけないのは、はい。賃金の、例えば、こういう評価を取ったらこんだけ上がるみたいな、はい。そういう給与制度は絶対設定しない方がいいですね。あ、なるほど。で、それはやっぱりその業績がね、良くない時って上げられないじゃないですか。いや、そうですよね。はい。だからその会社のやっぱりその懐事情という問題もありますし、はい、もう一個あるのが、はい、基本的にその評価制度でモチベーションがこう従業員さんが上がるのは、お金もらえるからじゃないんですよ。お金が増えるからじゃない。深いぞ、これは。何でしょうか。まあ、当然ね、収入増えたら嬉しいじゃないですか。はい、嬉しいですね、はい。だけど、その動機づけってね、一時的なんですよ。おー、はい。よく言うじゃないですか。お金が、はい、例えばその貯金がね、ない人は、100万円もらえたらもう超嬉しいと。はい。だけど、こう、100万円持ってる人はもっと欲しいわけですよ。はい。だからお金ってこう、再現がないんですよ。おー、はい。だから、まあ当然ね、その、頑張って評価されたら、ちょっと収入が上がって欲しいってのは、それはあるわけですよ。ほうほうほう。だけど、先ほどお話した通り、その懐事情の問題もあるんですから、そんなにクリアにしすぎちゃダメなんですよね。ああ、そうですよね。はい。だから、それよりも、あなたは頑張ったから、会社としては評価してますよ、と。ほうほう。で、その気持ちに報いるために、その可能な範囲で、だから昇給をしましたっていう、そういうのをフィードバックする方が、よっぽど大事じゃないですか。こう気持ちを込めてあげるというか、従業員さんに対しての頑張りをこう気持ちで表現してあげるみたいな。そう、だからお金ではなくて、ちゃんとその相手の努力とかを、まあよく称賛とか言いますけど、まあ承認でもいいわけですよね。はい、ああ。そっちでだから動機づけしていく。ああ、なるほど。あ、まあ、これは大事ですよ。なんかね、どうしても評価制度ってやっぱ人事的なところなんで、お給料に昇給させなきゃいけないのかなって思っがちですけど、はい、もっと大事なところがやっぱあるっていうね、すごい今勉強になりました。いや、これはね、はい、ぜひ活用してみていただきたいんですけど、はい、私なんかもよくね、自分の店長だったんで、はい。アルバイトさんをこう評価とかするわけですよ。はい。で、時給とかもね、例えばじゃあ頑張ってくれたから、じゃあ時給10円上げてるねっつって。はい。そういう経験がね、ある人わかると思うんですけど、すごい嬉しいんですよね。ああ、はいはい。だけど、これね、論理的に考えると、ほう。まあ、アルバイトさんで、月、例えば、働いてたって100時間ぐらいのもんですよ。はい。100時間働いて、10円上がるじゃないですか。はい。もう、収入増えるのいくらですかって話なわけですよ。そうですね。うん。もう1000円とかなわけじゃないですか。ですね。はい。で、それでも嬉しいんですよ。おうおうおお。それ、時給が、まあ、上がった、その1000円増えたから嬉しいんじゃなくて、はい。店長が認めて、その、いくらでもいいけど上げてくれたっていう、その事実が嬉しいんじゃないですか。そうですね。そっちにやっぱり寄せてた方がいいですね。ああ、なるほど。すごい勉強になります。ね、時間も結構近づいてきたんですけども、はい、最後ね、高木さんもやっぱ人事評価制度は語り尽くせないってことをおっしゃってましたけども、はい、最後こう、人事評価制度を入れたい会社さんに向けてのなんかワンポイントアドバイスを教えてください。まず、はい。こう、会社に従業員さんが何名かいて、はい。階層があると思うんですよ。ほうほう、階層。まだ、こう、入ってきたばっかりの従業員さんとか、はい。あと、ある程度、こう、経験をして、まあ、接骨院で言ったら、こう、施術一人前レベル。はいはい。で、あとは、こう、例えば副院長みたいなね。はい。施術は結構できて、マネジメントちょっとこう、これから覚え始めていく。はい。で、院長はもうマネジメントできると。はい。
で、そういう、その、階層をまず切り分けていただいて、ほう。で、各その階層の人たちに、どんなことを期待するのかっていうのを、まずね、書き出してみるといいと思いますね。ああ、はあはあ。で、入ってきたばっかりの人には、はいはい。どんな風にして、ことしてほしいと。ほうほう。例えば、その、接骨院で言ったら、まあ、まずそのね、接骨院の1日の営業の流れを覚えてほしいよね、とか。はい。で、お客さんに、まあ、その、笑顔でね、こう、対応できるようになってほしいよね、とか。はい。あるじゃないですか。はい。まあ、副院長だったら、まあ、例えばその、院長の、こう、補佐をね、できるような人になってほしいな、とか。はあ、はあ、その、自分より下の階層の人たちの見本となれるような人材になってほしいな、とか、あるじゃないですか。はい、ありますね。そういうのを、まずちゃんと明確に定義して、はい、各その階層の人たちに、あなたにはこういうことを期待してるっていうのを、まずちゃんと伝えること。ああ、はいはい。で、それを踏まえて、その期待に基づいて、評価の指標を決めるってことが大事ですね。もっと細かい項目を、細かいっていうか、まあちょっとそれを具体的にしたものを2、3個作って。そうですね。だからあなたがこの、ね、副院長という役割を果たすために、こういうところをもっと磨いた方がいいよねって言ったら、まさにそれがだから評価項目になるべきものですね。はあ、なるほど。そうですよね。それ書き出しとかもやっぱね、やっていくのがすごい大事ってことですね。はい。ああ。そこら辺の書き出しっていうか、その今までのね、いろんな業態見てると思うんですけども、はい、そこら辺の人事評価制度のアドバイスとかもおっしゃっていただけるんですか？あ、そうですね。もう、これ経験則でいろんな経営者と話していて、はい。例えばその階層とかですね。各階層に経営者がどんなことを求めるかっていうのは、はい、ほとんど同じなんですよ。あ、そうなんですか。まあ、細かい内容って、例えばその、10あるとしたら、3個ぐらいは、やっぱりその会社のカラーで出るんですけど、はいはい、7個ぐらいはね、同じなんです。だから、逆に言ったら、その7個をまず押さえて、はい、プラスその会社のカラーっていうのを足してった方が、はい、まあ、早いっすよね。ああ、なるほど。はい。まあ、それは私がこう、店舗ビジネスにね、ずっと関わってるから、はい。まあ、大体分かってるっていうお話なんですけど。はあ、はあ、はあ。そこら辺はまた。そういうところをね、サポートできるんじゃないかなと思いますね。はい、ああ、なるほど。リスナーさんもね、ぜひ、また、高木さんから詳しく聞きたければ、連絡していただければと思いますので。はい。はい、今日はとてもいい話聞きました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。